染は病棟の16階と17階にいた患者を中心に広がっていることから、病院では院内感染とみて感染ルートを詳しく調べています。記者会見で帝京大学附属病院の森田茂保院長、多くの命を預かる病院でこのような事態を未然に防げなかったことに対しお詫び申し上げます。最初に